はい、みなさん、こんにちは。タップダンサーの。花田秀樹です。今日は、えー。殺菌、除菌、抗菌。について、えー、ちょっと、お伝えしたいなと思います。えー、っと、皆さんもそうだと思いますけど、今もう、本当ダンススタジオはもう除菌、除菌っつっても、う毎日大変なことです。うちも本当に大変な思いをしてますが。あの、ちょっとね、あの、気になって調べてみたんですけど、抗菌。っていうのが。 あってまあ、それを例えばスタジオでしたらあのより安全でよりあのいいのかなと思ってちょっといろいろ調べてみたことについてお伝えしたいいなと思いますまず、えー、言葉ですけど、えー、殺菌殺菌って何かっていうともちろんほとんどの漢字の通りで菌を殺す除菌菌を除く、まあ、これはなんかね基本的には同じ意味なんですよね。ただ 医療現場とかでやっぱその殺すっていう言葉はあんまり使うのよくないので除菌っていう言い方をしてる場合が多いっていう話はちょっと聞きましたけどあのどちらも菌をなくすすとということですそれに対して、えー、と抗菌って何ですかって時にあんまりでも今まだねその抗菌っていうものに対する定義はないみたいなんですけどただまあよくあのお風呂場抗菌するとかいろいろありますよね。それに対して、えー、今だからうちはスタジオを抗菌するということでちょっとあの調べてみたんですけど。 要するに、まあ、菌を抑制すするっていうことですよねあのもちろんあの発生はしないんですけど要するに来た菌を、えー、といち早く殺すことはできないんですけどそこにとどまることをなるべくしない要するに例えばそのドアノブに対してこう2日間3日間生きるっていうのを、えー、何時間かで、えーそのえー、菌を不活性化するということになるので。 その辺についてちょっと実はねあの業者に何件か電、ね、話して聞いてみました。で、えー、いくつか肝心なポイントとしては、えー、まず、えー、その今回のねその抗菌っていうものに対してじゃあどういう効果があるのかとってった時に実は、えー、と例えばインフルエンザとか、えー、ノロウイルスとか要するに今はもうすでにあるそのウイルス系のものに対しての抗菌としては間違いないんですけどただ 当然あの、今回新たに発生した新型コロナウイルスに対して効くのかっていうのは実はもうまだデータがないそうなんで確実に効くということはちょっと言えないそうなんですけどたださっき言ったようにインフルエンザとかノロとかってなんか別の種類みたいなんですけどそこまで効くという強いものであるので、えー、と新型コロナウイルスに対しても効くであろうということを自負しているということではありました。あの確実でではないんですけど。 なので、えー、とそのでそまあ、抗菌をされると言ってでじゃ何をどうするのかっていうその抗菌の意味について例えばうちのダンススタジオでいうと、えー、ドアノブにこう抗菌しましたで誰かが起きました仮にその人がその菌を持ってる人がこうドアノブ触りましたで次の人が来てそれを触ったら大丈夫かというとあくまでもあの抑制というのは菌をそこにつけないようにするわけじゃなくて、えー、と今何もしないよりも早く菌を、えー、不活性化する。 まあまあ殺してしまうというか除,除去するというような意味になるんですよね。だからえっ、ー、とただそうは言ってもえっ、ー、と聞いたところですけどあの普段その何時間何日も生きているものがえっ、ー、と何だろう LED とかえっ、ー、と本当に外のえ赤、ー、えー、外の直線日光とか当たるとそれはもうすぐにあのいなくなすことができるんですけどただえっ、ー、と暗いところ 例えばスタジオ終わって電気して帰りますって言っても約4時間ぐらいではあの不活性化するということを言ってたのでだから考え方によってはその場では無理なんだけどあのスタジオ帰って次に来た時にはもうその次の時使う時にはもうあの菌は死んでいるということの解釈が正しいのかなというふうに思ってます。 だそういうことによってじゃあ次の日の掃除の手間が省けるかっていうとそうでもなくて実はそのじゃあ菌がなくなななくなるんじゃない不活性化するって言い方したんですけどなくなるわけじゃなくてドアのに菌がつい,てるんですよついてるんだけどそれ自体が触ってこうなんかしてもその菌がもう死んでるからただいる,いるんですなのでやっぱり掃除はしなきゃいけないっていうところみたいですねやっぱりね。 だから掃除の手間としては省けることではないと思ってますしでその今言ったその抗菌することによって約半年から1年持つということで、まあ、やっぱり一番大きなところはそのなるんですかね普段あのちゃんともちろんあの掃除っていうか除菌してますでも本当結果的に言ったらもうこの実はうちわなんかですねもうこのこれ使ってるんですけどこれ、ね、でっかいですね一斗缶ですね 実はこれも2つぐらいもうなくなってますで。悲しい話をするとこれ緊急事態宣言前にあの買ったものでやっぱりこう、まあ、当時ちょっとねあのイベントをしようとしたんでどうしてもどうしても上金が必要だということでもう泣く泣くものすごい高額で買えました。 まあその後実際はねちょっとできなかったんですけどまあそれをちょっとこう多少譲ったり使ったりして今この2つ目がようやくあのなくなったということででこの後また必要なんで実はもう2つ買っててまあそれは本当に多分適正価格なんじゃないかなと思って今は結構ね昔より市場に出てるのでそれはありがたいなっていうことでまあやっぱりこれだけもう本当に。 掃除の労力ももそうううでですけど金額も結構使うということでただまあそうは言ってもさらにやっぱりこう安心安全を求めるという意味でちょっといろいろ探している中でさっき言ったようにその抗菌ということをちょっと今調べてましてで大体ですけど値段として50平米って,って15坪ぐらいで安くて5万円前後。ただ高ければもっとその材質もその会社によって違うので多分10万とかするしちなみにうちはその。 100平米も超えてますんであのでその場合か、うん、あとはいろんなオプションがあると思うので、まあ、結構な金額になっちゃうのかなと思っててそれと今やったその有効性っていうところを加味してあのちょっとどうしようかなって今実際考えてるところです。なのであの、まあ、今回に関しては皆さんにこの、えーまあ、除菌、えー、とかね殺菌はもちろん知ってると思いますけど抗菌という意味があの本当にどうどう 使われてどういうい意味が本当にそのウイルスの効果今回のノルウイルスに対して効くのっていう結果的に言うとわからないでも聞く可能性だからどうしても今回のコロナ禍においてはあの最初の治安演奏参戦の時もそうでしたけどこう上から殺菌してこうやってたものが良かったんだけどそれが急に駄目になったりとかあって結局うちも最初はこう使ってたんだけどそれをやっぱりもうやめて。あの 人体に影響があるって聞いた瞬間もうやめるとか、でもそういういたちごっこになってしまういますけど、やっぱりより安全ということに対して前向きにいきたいなと思ってます。このチャンネルではそういったこうまあダンス関係と皆さんにこう役立つ状況をね、情報をお伝えしようと思ってますんで、今回はその抗菌について僕が分かったことについて調べてみました。またね、いろんな情報がわかり次第こう。 ぜひアップしていいいきたいと思いますので自分に役に立つなっていう情報がもしありましたらあのチャンネル登録グッとボタンを押してもらえたら嬉しいしもし分かんなかったらコメントをいただければあの僕が分かる範囲であの答えさせていただきますのでそういうふうにお役に立つ情報を発信していきたいなと思います。それではまた